登山用のライトガン高すぎるだろ。でも機能性は必要だしな。どうしたらいいんだ。冬が始まるよ、ほらまた僕のそばで。どうも、無職ハイカーコリオツです。もうすぐ冬が始まるということで、今回は登山用のライトダウンをご紹介していこうと思います。自分が登山用のライトダウンを選ぶにあたってポイントが3つあります。1つ目が暖かいこと。これはね、皆さんと同じかと思います。2つ目が軽くてコンパクトにできるかどうか。これは登山をする上で非常に重要なポイントです。3つ目が値段ですね。私コリオツ無職でございますから、登山用ブランドのライトダウン、これがね非常にお値段が張りますので、ちょっと手を出しにくいなという印象があります。どんなに安くても1万5000円ぐらいですかね。その一方でカジュアルブランドであれば6000円前後でライトダウンというものを販売されています。ただですね、こちらは登山で使うにはちょっと機能面で不安がありますね。例えば汗をかいても大丈夫なのか、小さくコンパクトに収まるのかとか、そこでカジュアルブランドと登山ブランド、その中間でちょうどいい価格帯機能のライトダウンないかなというのを探していたところ、めかちゃった。ちょうどいいものを見つけましたので、今回ご紹介していこうと思います。そこで今回紹介するのがこちら、デカトロンというスポーツブランドのライトダウンです。お値段が7490円。でこちら同じ値段でレディースもあります。カラーはブリックレッド、ブラック、ダークブルー、ダスティーグリーンの4色あります。自分は173cm 64kg でメンズ M サイズを購入しました。海外のブランドなので少し小さめを買うことをおすすめします。このデカトロンというブランド、ご存知ない方多いと思いますので、ざっくりとご紹介します。こちらフランス発のスポーツブランドです。なんと100種目以上のスポーツ用品を扱っている非常に大きなブランドです。その特徴は何といってもコスパの良さ。製品の研究製造から販売までを全て一社で行っているので、コストをギュッと抑えられる、そんな特徴があります。でフランスのある欧州はですね、日本よりも登山が親しまれている地方でございますから、登山用品もたくさん展開されていまして、その中のライトダウンということになりますね。では自分が求めるポイントのまず一つ目、暖かいかどうか。そもそもダウンってなんで暖かいのか、ざっくり考えていきましょう。ダウンはですね、この中に含む羽毛ですね、これが空気を含むことで暖かさが実現できてます。この空気を含めば含むほど暖かい、それを表す単位としてフィルトというものがあります。ご存知の方も多いのではないでしょうか。一般的にはですね、600フィルパワーで冬の街歩きをするには十分暖かい、そういう単位になっています。それでいうとこのデカトロンの暖かさはなんと800フィルパワーもあるんです。800フィルパワーと言いますと、冬の雪山でも暖かく感じる、そんな風に言われている単位です。800フィルパワーのダウンであれば、少し重ね着しただけでもかなりの暖かさを感じられそうです。では続いて自分が求めるポイントの2つ目、軽くて小さくなるかどうかというところ。こちらのライトダウン、重さがですね、メンズの L サイズで 290g しかないんです。もうね、 T シャツ1枚かそれよりも軽い、非常に軽量です。そして小さくなるかという点なんですが、なんとこちらパッカブルなんです。パカ、いや違う、パッカブルというのはですね、フードだったり
ポケット、そこから丸めてコンパクトに丸められることを表す単語です。畳み方は左のハンドポケットにくるくるとまとめて小さくできます。で、このまとめるときに裏返しになるんですが、ポケットの裏側にもファスナーの取っ手があります。ですので裏返した後さらに小さくできるという親切設計でございます。皆さん、登山の時こんな経験ありませんか？暑いな、ダウン脱ごうかな。あれ、スタッフバッグがない、どこ行った、くそ、ストレスだ。こちらのダウンならザックの中のスタッフバッグを探すという手間がないんですね。これが非常にありがたいですよね。その他の細かい機能を見ていきます。まずこのウエスト部分にですね、このように絞りがございまして、腰の部分キュッと締めることができます。これのおかげで下からの冷気の侵入を防ぐことができて暖かさを実現できます。で、両側のポケットにはファスナーがついています。で、このファスナーね、全てにおいて紐、そして結び目がついています。このおかげで手袋をしながらでもファスナーの操作ある程度はできそうですね。そして自分が求めるポイントの3つ目が値段ですね。こちらこれだけの機能性を兼ね備えて7490円ですから、バカ安い。最初にも言いましたけれども、まあ登山用ブランド、他のやつはどんなに安くても1万5000円ぐらいはしますから、それのほぼ半分であれだけの機能性を持ったダウンが買える。もうね、金欠の自分にとってこんなありがたいものはないですよ。それではまとめということで、こちらのダウンのポイントをもう一度ざっくり振り返っていきます。まず800フィルパワーという暖かさ、そして軽くてパッカブルでコンパクトになる機能性、さらに値段が7490円という安さでですね、デカトロンというブランドは店舗が西宮と幕張の2店舗しかないんです。ただその代わり公式オンラインストアが充実してますので、この動画の概要欄にリンクを貼っておきます。気になる方はそちらを見てみてください。一応ね、レディースの方も載せておきますので、ご参考までにご参照ください。いや、これを着て冬の登山をするのが楽しみです。早く膝の怪我を治さなきゃ。それでは本日の動画はここまで。バイバイ。買ったのはダウン、気分はアップ。本日もご視聴いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。インスタやツイッターもやってますので、そちらも覗いてみてくださいね。